皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。ああ、もう暑くてたまんないわ。体が溶けてるかもしれない霊夢だよ。どうしても涼しい場所を探しちゃうマリサだぜ。ということで今回もペーパーマリオ折り紙キングを実況していきたいと思います。前回は古代人ピオが復活して、海図を元に大海原に出航したんだよな。そうそう、そしてとある島に上陸したのよね。果たしてその島に眠る秘密とは何なのか。それじゃあ続きからやっていくぜ。ほんとここは雰囲気がいい島だ。あ、花のところまで落ちちゃったよ。おい、叩いたから。ちょっと誰よこんなことしたの。あんたよ。極楽に来たければダイヤ島で3つのオーブを手に入れよ。極楽って天国ってこと？極楽、そんなわけわかんないところどこにあるかも知らないし。うわ、また動いたぞ。なんか出てきた。巨大扇風機。え、何がどうなって巨大扇風機が出てきたの？でもこの風のおかげでもしかしたら霧が晴れるかも。ナイス首振り。360度回ってるんだけど。わぁ、霧が全部なくなりました。すごい。探して見つけてさおいでー。はい、パーラダーイスー。おいでーですって、面白そう。そうか。でも、行ってみたいけど紫テープがあるしな。ダイヤ島ってのが気になるなー。なんか紫テープが海底にあるみたいなんだよねー。これどうしたらいいんだろうか、諦めろってことか。諦めるなってことだ。考えてもわかんないからいろいろなところに寄ってみよう。何ここ、キノピオの家。実はここ僕の家なんだ。さあ入って入って。いつから島に住むようになったんだ。お邪魔します。え、ルイージさん、どうしてこんなところで寝てるの。おい、不法侵入だぞ。あんたもよ。むなむな。兄さん、来てくれたんだね。大変だったよ、まさか大海原にあるなんてさ。何が？ほら、ビーチ上の鍵だよ。どうせ違う鍵だろ。やっぱり違う鍵だ。また違ったの。これどこの鍵だよ。そうなのか、通りでダイヤの形なんておかしいなと思ったんだよ。毎度よく見つけてくるもんだ。ところでルイージさん、随分と立派なお家に住んでるんですわね。ここは僕の家じゃないよ。海を泳ぎ疲れてちょっと休ませてもらっただけさ。そういや僕が来た時も誰もいなかったな。休ませてもらったお礼もまだしてないし、この家の人を探してみようよ。ルイージ、泳いでここまで来たことが一番驚きだわ。あ、ここから下に行けるぞ。ほんとこいつら勝手に人の家を。誰かいませんか？金目のものがあれば拝借して。堂々と泥棒しようとしてる。あれ、この部屋折り紙がたくさんあるわよ。うわぁ、なんだろう、ここは地下室、折り紙だらけだね。この家の人、よっぽど折り紙が好きなのかな。金目のものを。わぁ、久しぶり、懐かしいですわ。え、オリビアここを知ってるの。ただいま。ただいま。ただいま。そうです、この部屋は私が生まれたところですわ。オリビアはここで生まれたの。私はここで折り紙が上手な兄上に追ってもらったんです。しかもオリーが、お兄さんだけど親でもあるってこと。おかげで私には命が宿り、こうして動いたり喋ったりできるようになったんですわ。ちょっと待って、オリビアを追った兄上も折り紙だよね。折り紙が折り紙を追ったのか。じゃあその兄上を追ったのは一体誰なんだろう。あんな極悪非道折り紙を追うやつなんて相当あるだろうな。ん？ルイージなんか言った？次元の狭間に閉じ込められてます。お前が言ったわけじゃねえだろ。誰かいますわ、兄上を追った誰かさんなのかも。この家の人かな、兄さん、探して助けてあげようよ。仕方ないな。ん？この本は？命折りの極意。命折り？命折りとは、熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて得得できる、折った折り紙に命が宿る究極の折り方である。命を宿すことができる折り方。命折りをしながら念じることで折り紙に人格が生まれ、意志や感情を持つようになるだろう。なるほど、そうやって二人は生まれたのね。すごいことができる職人なんだな。あ、もしかしてあの壁の隙間に。オラオラ職人さんよ、出てこい。なんで高圧的なのかしら。ほい。あ、マリオさん、助けていただきありがとうございます。あんたのことみんな知ってるわね。私はここで折り紙を折りまくってる折り紙職人です。暇そうだね。折り紙職人さん、もしかして兄上、折りました。オリビア、まさかオリビアかい。一体誰に折ってもらったの？オリーは一緒じゃないの？はい、それが、兄上は。そうか、オリーがあちこちでそんなひどいことを。知らなかったんだね。私がオリーを折ると、命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。それはびっくりしただろうな。何に怒ったんだろう。その後、オリビアを完成させ、
折り紙に使う道具たちと一緒にここを出て行ったんでしょう。なるほど、そうやって折り紙兵を量産しているのね。折り紙職人さん、そもそもどうして折り絵を売ろうと思ったの？キノコ王国を滅ぼすため。諸悪の根源じゃねえか。私は折り紙祭りのメインを飾る出し物として、この折り紙城を準備していたんです。それはお祭りで使うものだったんだ。そして城の主として折り紙の王様オリーと、妹のオリビアを売るつもりでした。でも私の代わりに折り紙のオリーがオリビアを売っただなんて。確か職人が鍛錬を積まなきゃ命折りはできないんだったね。私の職人技で生まれたオリーもまた、命折りが使えるということか。それは厄介だね。この騒ぎの原因が私の命折りだなんて、責任を感じます。職人さん、私は命をもらえてとっても嬉しいですわ。オリビアは恨みなんて持ってないのにどうしてオリーは。綺麗なものもたくさん見られたし、楽しい思い出もいっぱいできて、たくさんの素敵な仲間とも出会えたんですもの。ゴールした後にスピランするコースです。ゴール後丸々するコースが流行ってんだな。でもゴール後って操作できないのにどうやってスピランをやるのかな。まあまあ見せいなさい。それじゃあマリオさんお願いします。おお、走り出したー。全自動スピランさ。思いっきりトゲブロック踏めるのはゴール後の特権だね。こんなコースも初めて見たぜ。何やらゴールしたら面白いものが見れるらしいです。走り続けるコースだな。よし、頑張ってゴールするぞ。それうわ、これタイミングが重要なやつだぜ。ちょっとでもタイミングがずれちゃったらダメね。このトゲブロックの上で甲羅に乗るのが難しいよ。今度は砲弾だぜ。あー、惜しい。このノコノコをきれいに片付けるのも意外と難しいんだよね。きれいに隙間に甲羅を投げないと、壁に跳ね返って自分に当たるからね。ひぃ、怖い怖い。一体どこまでこれが続くんだろうか。あと1キロほど、長いなんてもんじゃねえ。ミスったー。次こそ絶対成功させてゴールしてやる。落ち着いて甲羅を投げてジャンプすれば大丈夫よ。よ。おお、お見事だぜ。あ、もうゴールだ。さあ見れるわよ高速 V が。高速 V って一体何のこと言ってんだ。ここにいれば見れるさ。おらー、マリオー。本当に V だ。続いてはアートパラダイスで音遊びよ。アートパラダイスって一体なんだ。それでは見ていきましょう。それではひたすら骸骨くんをスライドさせていきましょう。この地味な作業を続ければすげえものが見れそうだぜ。この作業が終わるまでに何かうぷ主面白い話をしてちょうだい。なんて無茶ぶりだ。じゃあ。ヒキガエルは36年、カラスは100年、コイは150年生きるんだよ。マジで。それくらい生きるって言われているんだ。ちなみに僕は2億年生きるよ。化け物なんてもんじゃねえ。さああっという間にあれだけのドクロくんが一箇所に集まりました。ふっふっふっふ。この上に乗ったらどうなるんだろうね。うるせー。あーが重なると工事用ドリルみたいになります。今度うぷ主が寝てたらこれを使って起こすといいよ。あ、それはいいな。いやいやいや全然良くないから。